どうも、キコリです。今回なんですけど、ゼンハイザーさんの方から商品を提供してもらいまして、今回イヤモニを提供してもらいました。なので、そちらを紹介していこうかなと思います。今回こちら、IE40 Pro という商品を提供してもらいました。こちらの方をいろいろ紹介していこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、では早速開封していきたいと思います。今回 1.5 倍速でお送りします。細かい数値なんかはホームページの概要とかから見ていただいた方がいいと思うので、皆さんが購入の時に役に立つような情報をかいつまんで紹介していければなと思います。こちらの商品はインイヤーモニタリングヘッドホンというものになっておりまして、リハーサルとかステージとかで使用するイヤモニになっております。はい、こちらケースになるんですけど、だいぶちっちゃいですよね。これに入るぐらいの大きさなんで、めちゃめちゃ持ち運び便利です。で、もろもろ付属品なんですけど、今から出すやつがクリーニングツールって言われるやつで、掃除するときに使うやつになります。こちらですね。これで掃除できますっていう感じです。はい、そして今から出すものがイヤープラグって呼ばれるもので、それぞれ大きさ別、素材別で入ってます。これそれぞれシリコン製のものとフォームパッドって言われる、ちょっと低反発的なそういう感じのイヤープラグが入ってて、好みによって付け替えることができます。こちらがその低反発製のフォームパッド、僕は絶対こっちですね。で、こちらがシリコン製のやつのちょっと大きい方になります。色に関してはクリアとブラックの2色展開で、今紹介しているのはクリアになります。お好みに合わせてといった感じですね。ケーブルの長さも 1.5 メートルということで十分だと思います。本体の重量に関しては 18g っていうことで、砂糖大さじ2杯分、めちゃめちゃ軽いですよね。さっき用途としてはステージとかリハーサルとかって言ったんですけど、普通に普段使いのリスニング用としても全然いい感じかなと思います。結構最近とかやと使ってる人いますしね。めちゃめちゃ中透けてて、ゲームボーイカラーもなんかこんな感じの色あったよなって、透け透けのやつ、中見えてるやつ、男の子的にはこういうね、中見えてるメカニックな感じのってめっちゃ刺さるんじゃないかなと思います。現場的な目線で言うと、最近とかやともう完全にアンプがない現場とかもあったりして、そのオケを流してギターを演奏する現場であったりとか、例えば大きな箱でやる場合とかやと、モニタースピーカーとかじゃなくて、もう全部耳中でドラム、ベース、キーボード、ボーカル、同期の音量を調整してもらってって感じなんで、イヤモニはやっぱ必需品かなっていう感じですね。本当プロアマ問わず、そのリハーサルの段階からモニタリングできる環境を整えて、マニピュレーターさんとかつけてやることでリハーサルの質自体もすごい上がると思うんで、その上でこのゼンハイザーさんの蓄積されたノウハウが生かされてるイヤモニっていうのは買いなのかなと思います。こちら本体とケーブルが着脱可能になっておりまして、もしケーブルが断線したっていう場合とかでも、本体買い直す必要はなくて、ケーブルだけ別個で買えば大丈夫です。こちらは僕が普段リハーサルとかステージとかで使ってた Shure の SE215 っていうモデルとちょっと比較してみたいと思うんですけど、大きさで言うとちょっと SE215 の方が大きいんですよね。なのでつけた感じはちょっとやっぱり違いました。実際に作業がてらちょっとつけてみたんですけど、装着感は僕の耳に合ってるのか非常に良かったです。音質の部分に関してなんですけど、めちゃめちゃ明瞭で低位感もしっかりしてて、音の分離感もとてもいいので、各々の楽器をしっかり聴けるって感じがしました。あと、とにかくレンジ感がめちゃめちゃ広いなっていう印象を受けました。低域に関してもすごいバランス良くなってくれてて、とてもすっきり聴けますね。Shure の SE215 と比べると、Shure の方は音がぎっしり詰まってる感じで、こっちの IE40 Pro の方は低位感があってバランスよく聞ける感じ、特にドラムのキックとスネアの聞こえ方が全然違ったんで、この辺は好みなのかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こちらのイヤモニ、もし気になった方がいれば概要欄にリンクの方を貼っておくので、
チェックしてみてください。ということで、ひこりでした。ありがとうございました。